はい、みなさん、こんにちは。えー、通夜津館内史の横山と申します。えー、今回は、日本歴史の元六期の儒学について見ていきたいと思います。えー、まず、儒、えー、学の学科ですね。えー、大きく分けて、3つに分かれてまして、一、えー、1つが朱子学者、朱子学派、えー、2つ目が陽明学派、えー、3つ目が古学派ということでね、三、えー、3つに大きく分けることができます。まずですね、えー、朱子学なんですけども、 えっと、内容としましてはですね、大義名分論を重視しているということですね。ええー、それで、あのー、まあ、大義名分ってことですからね、あのー、まあ、封建社会の維持のためにはですね、非常にこう、都合がいいね、学、まあ、その学問なわけですよね。ええー、ですから、ええー、まあ、学っていうね、ええ、立場になったということですね。 えー、まあ、教える学と書いてね、教学って言うんですが、えー、まぁ、あ、法社会維持のための教学という、まぁ、あ、えー、位置づけになったと。で、まあ、幕府とか藩によってですね、重要視されたんですね。で、えっ、ー、と、もともとはですね、中国の南宋の主岐という人がね、えー、始めた学問になります。で、大きく分けてですね、教学と南学に分かれまして、教学というのは、えー、京都の趣旨学。 で南学というのはですね、えー、っと、四国、高知、都佐のですね、え都、ー、佐の修士学のことをね、南学って言いますね。で、二つ目の陽明学科なんですけども、えー、っと、陽明学というのは、えー、っと、地高合一と言いまして、えー、まあ、その、なんですかね、知識だけじゃなくて行動を伴うべきだというね、地、え、高、ー、合一の立場で、えー、現実を批判するというね、学問になります。 で、やっぱりですね、その、現実を批判したり、えー、っと、その、まあ、ある意味革新性を持ってたので、あの、ちょっと危険だということでですね、まあ、幕府からはですね、えー、危険視されていたあ学科ですね、それが陽明学になります。で、次がですね、古学科なんですけども、古学科というのはですね、まあ、その、 いろんなその儒学のその考え方が出てきたんですけども、まあよくわかんないから、まああの元のですね、講師さんとか講師さんの一番初めのですね、古典に戻ってですね、えそれでその儒学の真をね、読み取ろうっていうのがね、古学科になります。じゃあまずね、えっと、趣、趣学ですね、えっと、性学としてのね、趣旨学を見ていきたいんですが、 この性学っていうのはね、医学に対するその性学っていう意味ですからね。で、趣旨学が最初に言ったように、教学とね、難学に分かれるんですが、教学はですね、藤原聖歌が創始しました。で、藤原聖歌っていうのは、えっ、ー、と、もともとはですね、えっ、ー、と、京都小国寺の、まあ、お坊さんだったんですよね。で、あの、えー、まあ、近代朱子学のね、祖と言われてますね。 で、その次がですね、林羅山っていうのが出てきまして、で林羅山はですね、えー、徳川家康、一代目、あの、初代のですね、家康に仕えて、まあ、林家の祖と言われてですね、まあ、つまり、林家っていうのが、その、代々ですね、その幕府に仕えて、あのー、行くわけなんですが、その林家の祖と言われてますね。で、えー、っと、林家法ですね、えー、次の林家法は、えー、今度はですね、えー、っと、三代将軍、家光に仕えて、 えー、ラザンとともにですね、本朝通願っていうのを編集しました。で、本朝通願っていうのは、まあ、歴史書なんですけどね。えー、その、えー、それで有名ですよと。えー、次にですね、林、えー、信厚ですね。えー、林信厚は、えー、彼はですね、初代大学の神に、まあ、任ぜられたというふうになります。で、その次ですね、木下淳安ですね。えー、木下淳安は、えー、加賀前田家に仕えと。 で、えー、彼の文科生としては、新井白石とか、室九僧っていうね、えー、有名な学者さんが、まあ、その、木下淳安の、まあ、お弟子でいますよ、ということになります。えー、次にですね、荒井白石ですね。まあ、荒井白石は、あの、非常に有名なね、政治家ですけども、まあ、聖徳の地を行ったということでね、まあ、あの、どちらかというと政治家としても有名なんですけども、 えー、具体的には特殊世論とかですね、えー、個指数のような、えー、っと本も書いてるということになります。えー、次に室休宗ですね。えー、室休宗も、えー、っと、えー、はですね、あのーえー、具体的には、えー、っと徳川吉宗の八、ね、代将軍の時効になったということですね。まあ、ブレインだったわけですね。 次にね、南学を見ていきたいんですが、えー、南学はですね、海南学派とも言われますね。土佐で成立発展した出資学のことを南学と言います。で、谷寺中っていうのが、まあ南学の祖と言われてますね。で、山崎安斎っていうのが、これは水化神道っていうのをね、えー、始めた人で、えー、神道をですね、まあ樹教流に解釈したんですね。で、それを水カ神道と言います。で、鬼門学派。 まあ彼のですね、えー、その学科のことを鬼門学科と言って、山崎の先をですね、取って鬼門学科と言います。えー、次に野中健山ですね。野中健山というのは、これあの政治家ですね。まあ、土佐藩の家老なんですけども、えー、その儒教に基づいて反省改革をまあ推進したという意味でですね、えー、有名な人ですね。 次にですね、えっ、ー、と、医学としての、えー、陽明学ですね、えー、を見ていきたいんですが、えー、陽明学というのはですね、えー、まあ、えー、陽明学っていうのは先ほどやったように、地方合一の学問ですけども、えー、まず中江当時ですね、えー、中江当時っていうのは日本陽明学の祖と言われてまして、え大、ー、見商人とも言われてますね。あ、大見聖人です。大見聖人とも言われてると。で、あのー、 まあ、オーですね、えー、当時書院ということで、あのー、まあ、そういう、学、あの、その、まあ、教えるね、その学校を作ったんですけども、なんで当時っていうかというと、自宅に藤時がね、終わってたから、まあ、あの当時書院っていうんですけども、えー、中江当時がいますよと。えー、あとは熊沢万山ですね。えー、熊沢万山は、大学枠門っていうですね、えー、まあ、本を書き、書いて、 え、それでその武士土着論をですね、まあ、主張したわけですね。で、彼はですね、えー、っと、結局ですね、あのー、まあ、幕府によって目をつけられてですね、結局下佐の古賀にですね、まあ、遊兵されちゃうわけですね。で、結局そこで死んじゃうんですけども、えー、まあ、そういう人がいましたと。えー、次に古学ですね。えー、古学というのは山賀祖皇ですね。 ええ、が、おりまして、えっ、ー、と、儒学の立場からですね、えー、武士道の確、えー、武士道の確立ということで、えー、まあ、この人もですね、山賀祖公も結局ですね、あの、政教葉録という、え、本を出してですね、えー、その、まあ、古代の、その、政権にね、立ち戻ることを主張したんですけども、 まあ結局ですね、えー、アに流されたと、配慮されたってことですね。あと、中長事実っていうね、本も書いてますね。えー、次がですね、伊藤人祭ですね。伊藤人祭は、えっ、ー、と、これは、えっ、ー、と、ま、講師とか講師の原因に即した儒教ということで、まあ、古技学っていうのをね、えー、体制したわけですね。 で、京都に小木堂っていうですね、えー、塾、まあ、その、学校を作った、私塾を作ったわけですね。で、伊藤東,東海っていうのは、えー、っと、これは、あの、人才の息子ですね。で、えー、小牛阻雷ですね。小生阻雷はですね、あのー、えー、古文字学科ですね。古文字学科の人で、えー、武士の土着の必要性を説いたというふうに言われてますね。 で、え、主な著書としてはね、聖壇というのがありますね。で、次にですね、えー、えー、ダザ春代ですね。え、ダザ春代は、えー、彼はですね、えー、形成論を主張しまして、まあ形成論を発展させてですね、えー、武士がその商業を行うべきだと、で、千売制度によってね利、利益を上げるべきだってことで、えー、で、本としてはですね、 経済録とか経済録周囲っていうね、本を書きました。